さあ、すごいよ。本来ならね、本当はもっとね、みんなが困ってるという予想をして、ここもあの資金調達ゲーム用意してたんですけど、それぞれに潤沢に資金があるということで、資金調達ゲームはなしと、なし、いうことにいたしまして、最終レースの予想を披露していただきたいと思います。すごいな、みんな書いてる額羨ましいな。俺これ逆転しよう思ったらえらいことやな。さあ、それじゃあちょっと長嶋さんがこの後表彰式の、そうですね、進行があるということですんで、チーム C からちょっと発表していきましょう。スーブモンがちょっとでもお金持って帰りたいから、ほう、3万5300円残ってるんですけども、うん、2連単で1音に2万円、おお、1号に1万円、ほう、で2一流しを1000円ずつ抑えながら、はい、3、1号、4、1号を残った1300円使って、ハスの分を600円と700円にしました。1音2万円、1音2万円なんで、これ2連単でも 4.2 万円なんで今のところ、だから8万円ぐらいになるんで、8万円、スズモンが急に6万円ぐらい持って帰るという、すごいな、いいな、ハスくれや。それでいきたいと思います。やっぱり寺田さん信頼でね、ちょっと行きましょう。いや、まあここはね、もう地元の思いもあるし、まあファンの皆さんも、そうですね、1号艇も寺田さんに逃げてもらいたいと思ってる方が圧倒的に多いでしょう。はい、いけると思います。わかりました、ありがとうございます。さあ、それじゃあ B チームいきましょうか。はい、 B チーム萌野と広松はこちらになってます。124のボックスに5000円ずつで3万円ぶち込んで、はい、231の3連単に2000円ぶち込みました。なるほど、私たちも少しでも持って帰りたいと、はい、ちょっと萌ちゃんにわがまま言いまして、はい、私が遠藤恵美選手推しなんです。なるほどなるほど、だからどうしても絡んでくる、うん、でも寺田知恵選手も絶対逃げると思って124ボックス、うん、なるほど。そして231、あの3号艇中谷選手、うん、走り見てたらなんか気合満々だったから、うん、ね、はい、3着以内に絡んできちゃうんじゃないかなと思って、こちら231、100倍ついてますんで、はい、お、マンション、そう、はい、マンションに2000円、はい、20万円、あんたらリッチやな、みんな。マンション、いいよいいよ、持っていきたいと思います。 いけそうな気がする、いけそういけそう、 けそう。さあ、それでは現在、はい、トップ首位であります、A チーム、はい、55,150円残ってる。なるほどなるほど、はい、で123のボックス、123のボックス、はい、これでね当たりましたから、ボックスで、で、あとこれ以外なんかどうしたらいいか分かんなくて、もうとりあえず好きな数字言ってポンポンポンって AB に言ってもらって、ポンポンポンって決めたのと、あとは私が金持ちの買い方やな、好きな数字言うてポンポン、もうでもいいで、最後はあの456を、はい、あのそうですね、毎回入れてたんで、はい、あまりのお金で使い切れてないけどな。え、使い切れてないですか。使い切れてないよ、3万え使い切れてないでしょ。使い切れてる、もったいない、もったいない、あれ使い切れてるのか、使い切れてる、これ使い切れてる、3万よ、3万3000、3万6000円の4万ちゃう、あれ、あれどうしよう、あと1万円1000円ぐらい、やっぱりお金持ちすぎてちょっと計算間違えちゃいましたね。金持ちすぎてほんま。え、あといくら、1万1000円、1000円ずつ足しても1万5000円いけんじゃん、まだ1000円ずつ足しますか、そしたら、うん、そうか、足してもまだ足りないあれぐらいじゃないですかね。あ、いくら余ってるんですかね、私たち。1万5100円残ってんじゃん、ちゃうかな、1万5000円、3万3000円も残ってる、1万5000円残ってる、じゃあなんか好きなやつに、好きなやつに1万5000円、いってまおう、それがいい気がする。え、かっこよすぎる、かっこよすぎる、あまりすぎて計算、これをこれを、ちゃうか、あかんな、難しいな、あのマークシート書くのが多分大変になっちゃうんで、はい、どうしよう、え、もう選んで、え、もうここあれちゃう、456に、うん、あ、これ4点あんのか、4点難しいな、どういうこと、どういうこと、455、あ、ほな4554、4664やろ、はい、で、それで4000やろ、うん、4、なんかください、1万、残り4万、1万5000あるやん、はい、もう好きなんぶち込んじゃえば、うん、1万5000円、1万5000円、2連単に好きなんぶち込んじゃえばええやん、確かに、もう4546にぶち込んだら、え、じゃあ3、8000、7000、ね、ね、ここまで456で来ねえから、それ誕生日行くんやったら45,8000円、467,000円みたいな、だからこの2人が真剣に悩み出してる。 3いった、3と3がいいんだ、31いく、31に1万5000円、1万5000円、あ、でもありえ、マジありえるマジ、ふっといてあなたが言うといて、すごいよ、31何もするの、うん、
全然あるからな、十分中谷来たらかなり結構3-1、15,000円。素晴らしい。何がすごいって最後に追加したやつを一番熱く買うっていう、うん、18倍つくよ。素晴らしい。18万ちゃうかな、180万の270万なるかな。当たったら放送中止になる。放送中止。税金とかあるから放送中止。放送事件が起こりそう。ほんまにすぐテレビ買いに行きや。それも相当ええの買える。だってヤフーニュースとかなりそう。なるなるなる。はい、もう一度見てもらいましょう。ちょっと出ますね。あ、わかりました。ありがとうございました。ありがとうございました。あさって表彰式来てください。表彰式行ってください。ありがとうございました。いや、すごいよ。いや、すごい。計算できてなかったです。え、全然あるよ。難しいのよ、ね、難しいのよ、計算するのはね。コメントでは124、125だとか来てるし、うん、2の塩崎選手は切れないだろうとか来てますね、うん、塩崎選手も、はい、今節やっぱり一番のまあシンデレラやと思うんやけど。そうですよね。あの問題やっぱり2コースっていうこの枠やろ ね、 あ確かにね。これが3コースから外なら塩崎のまだあるかもしれないけど、そうスピードで何とかっていうところあるけど、やっぱり差しに転じるっていうのは、うん、技術がいるからね。難しい。いやでも、あ、そうか、僕はすいません、あのセレブの皆さんの予想ばっかり見て、僕みたいなもん予想が、はい、すいません、庶民頑張ります。庶民もあの別にゲームに入ってないけど大逆転目指して、ごめんなさい地元の皆さん、僕も寺田知恵やと思ってます。でも寺田知恵では何ともならんので、遠藤恵美、頭で413,3000円、431,3000円、415,2700円と、ということで遠藤から買いたいと思います。寺田知恵選手はね、もう本当にまさしく今節も、モーターを出すということもそうですけれども、まあ、水面でもね、お名前は、千に恵むと書くんですけど、うん、そのお名前の通りまさしく千の知恵と千の技術を誇って、それで、まあ、もうベテランの域なんですが、若手たちをこれまで何度も食い止めてきてますし、うん、年末にはね、うん、はい、賞金上位12人の選手で争うクイーンズクライマックスという大レースがあるんです、はいはい、ここに、全大会出場しているのはこの寺田知恵選手だけだ。ですね、はい、もうレジェンド級です。そしてなんといっても寺田知恵選手はその他にもですね、G1 という男子混合の G1、 先ほども山川美幸選手が勝ったと言いましたが、山川選手が勝った G1 というのは地区戦といって、うん、中国地区で、勝たれたんですが、うん、寺田知恵選手は、一般競争で、勝たれて、うん、ごめんなさい間違えました、これは違う選手でした、ごめんなさい、SG で優出されている、現役の唯一のレーサーが寺田知恵選手なんです、ですからもう技術としてはもうピカイチでございまして、これはもうね、寺田知恵が勝つようにできてるんやというふうに思うんやけど、僕はそれでは何ともならんので、ちょっと気弱に143でとりあえず3万戻そうかなという船券も買いたいんやけど、うん、あかんあかん、そんなこと言うてる場合ちゃうわ思って。そうですよ、背水の陣です。はい、となれば遠藤恵美はもう現役屈指の、まあ、女子レーサーというか、もうまさしく次の時代の寺田知恵とか山川美幸のレベル、その実績を超えていくのはこの選手が多分最初に超えるんじゃないかなと、はい、ありがとうございます。はい、思うんでありがとうございます。まあなんとか4コースからね、この天候の中どこに今差し場求めれるか、まあ、そこはねもう遠藤の技術にはい、全て託してこの3点で、そうだ、勝負したいと思います。はい、ありがとうございます。大丈夫は、そんなに、あ、そうか、421もあるもんな、412も、はい、ということで、3点、それとね、まあ、やっぱり地元田口選手も、ぜひね、はい、検討していただいて、はい、この地元のファンの皆さんを盛り上げていただきたいなと思います、はい、コメントでここで5を絡めないやつは、はい、今節何を見たんだと説教したいと来ておりますけど、誰やゴー説教、私ですね、あーここだけ絡めてないです、あのとりあえずコメントで説教流してください、はい、説教流してください、読むのでね説教流してくださいね、チョロエっていうね、チョロエ、お前は何を見てきたんだ、何を見てきたんだそんなに推しの選手が大事か大事ですいや特に優勝戦やからね、
そうですね、もうこれはもう希望も入っちゃってますからね。だってオールスターですから、ね、不安の力で、まあ、うん、ちょっと言い方おこがましいですけど、うん、我々の力でこの50選手、52選手をこの水面に送り出したわけですから、はい、そうですよね。その優勝戦は自分の好きな選手を信じて買うという、うん、そう、もう絆ですよね。これが最も美しいではないでしょうか。もう強く頷いてる方が多いね、そうだよ ね、はい、ね。さあ、ということで優勝戦、まあもうね、すごいんですよ、売り上げも6日間の売り上げも、もういわゆる男子の G1 という大レースクラスの売り上げが上がってて、はい、もうそして来場されてるお客さんもこの悪天候もありながらですよ、ねえ、ずいぶんと今大会は来場者の皆さんも多いようです。ありがたいですね、はい、そんな注目されたレディースオールスターですから、選手たちも気持ちが入ってる、気合が入ってる、うん、それと同時にもちろん緊張してるわけですよ、うん、今どんな心境であと数分の間をですね、待っているのかというところですが、じゃあまあここで最後に皆さんが今までで一番緊張した瞬間を鈴本ちゃんから聞いていきましょうか。緊張した今までで人生で一番緊張した時、なんだろう、私結構いつも緊張しちゃう。あ、いつも緊張しちゃうの。いつも緊張してます。ただの緊張しいが、でもね、なかなかおっぱいリコーダーできないよ。あれもすっごい緊張してて、いつも汗かくと滑ってできないんですよ。あ、汗で滑って分かんなくなっちゃって。さすが世界で唯一のおっぱいリコーダー奏者。おっぱいリコーダー緊張するのやめたいですね。あ、緊張するのやめたい、うん、ちょっとそんなん聞きたいな、選手の人にどうやってその緊張を、ね、乗り越えて、そう、集中力に変えてるかっていう。そりゃそうやで、うんね、さあ、そして、はい、チョロはどうやって今まで一番緊張したのは、はい、チョロはですね、最近、うん、バンジージャンプを番組でさせていただいたんですけど、意外や意外、私全然怖くて、うん、高所恐怖症で5回ぐらい3、2、1バンジーっていうのをやってもらったんですけど、飛べなくて、とうとうその係員の人がしびれを切らして背中バンと押して、怖っ、3人、っていう状況が一番怖かったですね。怖っ、緊張して本当は死んだと思いました。それ3人1バンジーのタイミングでもなく、もうそのまま3、2っていう状況で一番緊張しましたね。それは怖いな、高所恐怖症だったら余計やな。余計、本当に。あの、だってあそこへ行くまでも怖いやろ、もう超怖いですね、飛ぶところまでな。自分で降りてくださいって無理と思いまして、 あれはおかしい、考えてるおかしいでございます。緊張しました、わかりました、はい、さあ、それじゃあモヤーズは、はい、いや、私はやっぱり大食いの大会で3連覇したんですけど、3連覇の1年目、うん、2年目よりもやっぱ3なんでのプレッシャーとかがすごい、やっぱりだって他もみんな打倒燃えあずを目指してくるし、お客さんたちは当然燃えあず期待してるわけやから、そのプレッシャーがね、プレッシャーだから、もう選手の皆さんに聞きたい、そのどうして、ただちょっと聞いていいですか、大食いにどんなプレッシャーがあるんですか。すごいですよ、どういうこと、食べたらええねんから。あー、違うの、それは全然ちょっと違うの、これそう思うよね、ずっと語りたいぐらい、語りたいぐらい。え、それやっぱり体調とか、それ大事やわな。体調も大事やし、その何で他の人との駆け引きというか、そうか、横同士の駆け引きとかもあんねや。駆け引きもあるんだ。あ、そう、なんか食べるものの相性かなとか思ったりするんですけど、相性もある。それ何、バーッとやっぱり食べ過ぎたらちょっと止まってまったりするの。あんまり飛ばしすぎても45分間とかあって、そこでどの最初だから、そのレースと一緒で、最初飛ばす人と、後からじわじわ、そう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 。え、もやるのはどっちのタイプなの。私は最初にもうわーっと言ってもということで、相手に他にプレッシャーかけていくんや。そう、いや、これまた大食いアスリートの話も結構奥深そうやな、これ深いですよ、ね、やっぱり、はい、緊張するよね、人生かかってるし、そこね、ほんまやね、確かに。なんでちょっと相談したいです、ね、どうやって乗り越えてんのか。たぶん萌ちゃんも賞金かかってますし、ね、賞金かかって、うん、桁が違うけど、賞金かかってますよね、そうか、賞金かかってもんな、はい、ああ、これまた違うな、う、うん、さあ、それじゃあどうですか、タレントのお二人。緊張したことがあんまりなくて、すごい、でも唯一緊張したのが19歳くらいの時に一目惚れした男性がいたんですよ。で、その男性から
遊びにうちに遊びに来ないかって誘われた時が一番緊張して、その電車の中で本当ドキドキして初めての感覚だったんですよ、この緊張っていうのは。はい、でネットで緊張の和らげ方って調べたくらい調べながら行ったんや。初めて緊張して、だからそれ以外ではなかなか緊張しない。え、ちょっと待って、プライベートで緊張したことあるけど仕事では緊張したことないの？はい、ないです。すごい。え、すいません、初めての時とか緊張するもんやないんですか？緊張しなさすすぎて、なんか初脱ぎっていうコーナーがあるんですけど、初脱ぎっていうコーナーが、あのペラ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 、あの見せつけるように脱いじゃったんですよ、私は。だからもうちょい新鮮味がないと、そう、恥じらいのあるように脱いでもらえるかなみたいな感じ言われて、って感じで。緊張ないねや。はい、でも結構順調エピソードやったね。そうなんです。ちなみにその時に調べた緊張のほぐし方は何て書いてあった？深呼吸をする、深呼吸をする、ガムを噛む、ガムを噛む、飴を舐める、飴を舐めるくらいでしたね。わざわざガム買いました。ガム買ったんや。まあこれもしかしたらあれちょっと共通するとこあるかもしれない、今の3つ ねやろうかなとね。はい、深呼吸するのはやっぱり大事なんやね。うん、そうです、書いてありました。だからアスリートの皆さんでも深呼吸とかその呼吸法を整えるために、まあ、いわゆるルーティーンみたいなのをね、うんうん、持ってるボートレーサーもたくさんいますからね。さあ、それでは最後になりましたけども、深きょんは今まで緊張したことは何ですか？いやー、私はなんかこういう職業っていうのもあって、うんうん、やっぱりあの最近ちょっと11月にデビューさせていただいた、うん、だからやっぱりちょっとあれですね、職業的な感じの初デビュー初デビュー、初デビューがちょっとやっぱ緊張したかなって感じですね。すいませんけども、まあ、最後なんでちょっとだけ踏み込んで聞くと最初ってほら、はい、吉澤由紀はちょっと違うと言いましたけど、はい、なんかこうソファーに座って、はい、インタビューから始まる系の多いやんか。何の話ですか？え、何が何が緊張の話じゃないか。ちょっと分かんなかった。アイドルなんでちょっと分かんなかった。よく見てらっしゃるんですね。そうそう、あの時のインタビューでたどたどしいやんか、はい、あんな感じだった。やっぱり僕らのイメージしてるみたいな。そうですね、見ます。今日大阪帰ってすぐに走ります。はい、ありがとうございます。そら緊張するわな。うん、でもやっぱりみんなにもね、それぞれデビュー舞台みたいなのがあるんやから、うん、まあ、そんな話してたらあっという間にこれ優勝戦の締め切りがもう今締め切りますというね、間もなく締め切りますという。皆さんもちゃんと買いましたか？お買い物してないでしょうね皆さん。はい、さあそれでは最後にもう一度みんなの予想をお披露目しておきましょう。はい、A チーム、はい、本来は123のボックスを5000円、145、3000円、236、3000円で、4546の折り返しの2連単を1000円やったんですが、1万5000円足りないという、ことが分かりまして、急遽31 これ深京の好きな数字。そう、3がいい。3がいい。3月生まれなんで、あ、3月生まれなんで、はい、燃えやすからそのままパク取れない。31な、31になんと残りの1万5000円を全てぶっ込むという。いや、すごいことしましたね。先ほどまでのオッズが18倍ですから、当たればもしかしたら200万を軽く遥かに超えて300万に近づいていくんじゃないかというところですか。やばい、ね、はい。さあ、それでは参りましょう。次は B チームは、はい、B チームはですね、124のボックスを5000円ずつ3万円買わせていただきまして、はい、231の3連単を2000円、はい、かけたので、どっちが当たっても元が回収できます。はい、元が回収できる。ぜひよろしくお願いします。はい、まあ、おしれさを買って何が悪いというね、応援する気持ちが大事。熱い気持ちが入ってます。ありがとうございます。はい、さあそして長嶋さん帰りましたけれども、はい、はい、私が14の2万円、15に1万円、うん、21流しに1000円、うん、で、あと残りの1300円で315、415を買ったということですね。はい、そうです、600円、はい、700円、全員が全額投資、もちろん最後してんねんね。はい、はい、はい、もうその全額投資の額に全く及ばないかわいそう8700円を遠藤恵美を信じて買いました。413、431、415に、まあ、こういった金額であります。さあ、いよいよファンが選んだ52選手から最後の6人が選ばれました。勝つのは地元、千の知恵と千の技術を持つ寺田知恵か、はたまた遠藤恵美か、中谷か、新生塩崎の一発があるのか、注目のスタート、ピットアウトはこの後すぐです。いやー、ドキドキすんな、やっぱり。なんだかね、でもなんとなく一番気になるのは31やわ。自分の胸筋よりそれが気になる。これ気になっちゃうニュース。これ確か優勝賞金400万ちゃいますね。レディーオールスター優勝賞金400万やから、もし3位に来たらその半分ぐらいは
今日この会場内で優勝者の次に金持って帰れる。3、1に1万5000円だとオッズ動かしてますよ。オッズ動かしてます。オッズ動かす女。さすが。デビューにしてオッズ。さあ。1ナイアンボックス。場内からも熱い声援が飛び交いました。第3回レディースオールスター、このボートレース小島にいよいよ女子の大レースが来ると声高らかに喜んでいたのが1号艇、地元の寺田千恵選手です。そしてこの地元からもう一人抜群のテクニシャン田口節子選手も名を連ねて、地元小島は大盛り上がりです。ニコ生公開放送7時間に及ぶ長丁場でありましたが、いよいよ最後のレースを迎えました。1、2、3、4、5、6は感動理論並びとなります。3、1になった時のこの会場の興奮を考えたら、中谷のまくり差しというのもちょっと期待せんでもないなというところがあります。そのままに G2 初 V となるか、2号手の塩崎久香センター3コース、コメントもいっぱい来てますね。コメント来てる。はい、1、2、3、4、5、6、1、3、4、5、6、4、5、6、お願いします。3、1、2、塩崎頼むぞ。4号手遠藤に引っ張ってから、ありがとうございます。4号艇から外のボートが引くモーター音が今静かになりました。そこからアクロスの1分50秒、寺田千恵か、塩崎か、中谷か、はたまた遠藤か、田口か、そして6号艇は日高一斗か。今モーターを驚いて第3回レディースオールスター、いよいよ優勝戦のスタートです。スタート4番5番6番です。優勝戦12です。今スタートしました。1コースがトップ、4へこんだ。1号艇地元寺田地、へこんでる。あかん、遠藤さん、頑張れ。さあ、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 抜けたのは地元の寺田知恵。さあ2着争い、緊迫の2着争い。5号艇田口節子、地元はどうなるのか。そこに飛び込んだのが6号艇日高と遠藤恵美。まだ2着争いわからない。さあどう1号16。いやまだ1号かもしれないこれ。さあ4の遠藤が切り込んだ時に147結構持ってる。147結構持ってる。さあ遠藤のテクニック使えるか。いや日高の経験、そしてここで地元の意地。1号ある。じゃあここが16になっならないように。1号艇このまま地元寺田千恵、念願の地元の大レース。1号だって岡山、岡山なんでしょ。岡山地元のワンツー、見事に寺田千恵。地元ワンツーすごいすごい。やっぱり効果あめないやつ、お前何なんだっけ。お前やっぱり視聴者の方が詳しいな。早めに言って。さあしかし最着争い際どくなった。遠藤が1から日高に飛ばさせるか。1号4なら3連打もある。ないし。さあ内に飛び込んだ遠藤、日高が少し跳ねた。最後の瞬間逆転、遠藤逆転。遠藤さん、これは負けたけど気分がいい。すごい。さあそして当たったのは1万円、鈴もっちゃん1万円。すごい。おめでとうございます。ここをもらったんだよね。当たった皆さんも、そして寺田千恵選手もおめでとう。ありがとうございます。ごめんね、全然楽しかった。5だったのね。そうか、分からないわ。1万なしになっちゃった。1万円ないの。いやー勝ちましたのは地元、この小島で大レースを切望してやまなかった千の技術と千の知恵を持つ女コマンダー寺田千恵選手でした。そしておお10枚ついてる。10万超えたってことじゃの。2連単、2連単、15、10.9 倍から10万9000円になってる。え、嘘。え、1万円で、はい、10万、じゃあ10万900円か。え、1万円じゃない、うん、1万円やろ。1万円超えてんやろ。1万円買ったら10万超えてるやん。計算できない。10万、パニックパニック、はい、10万9000円。すごい、やったー。すごい、すずもっちゃん、すごい、ごちそうさまです。すごい、素晴らしい。10万ということは、もう優勝文句なく
鈴もちゃんチーム C、いやうちら負けた負けた負けたさあ問題はですね、あの罰ゲームがあるんです。やだ、覚えてられるかどうか分かりませんが、そしてそれでは罰ゲーム、ちょっと詳しい結果はまだ出ておりませんが、罰ゲームのチームだけが判明いたしましたので、はい、発表いたしましょう。やだ、罰ゲームはチーム B です。やだ、B です。みんな分かってるから B だって。さあそして、罰ゲームはこの8つございますんで、この箱の中から引いていただきましょう。広松引きますよ、はい、じゃあもう一回引いて、はい、引いてください、本当に何でも何でも怒らへん、何でも構わへん、何でも構わへん、何でも構わへん、チーム Y、 え、何番、引きました、じゃあ3番、3番ビリビリタワー、何それ、何それ、何ビリビリタワー、残念でしたな、怖いやつですわ、怖いやつですわ、怖い、あれやで、バンジー以来の緊張するで、そうですよ、はい、ビリビリ系、いやいや怖い、そしてなおかつですね、申し訳ございません、チーム制なのに罰ゲームなんですが、あまり時間もないので、どちらか代表にじゃんけんしよう、ビリビリゲームを、いいよ夏美やるよ、じゃんけん、これはしていただきたいと思います、負けた方で、本当じゃんけん、はい、負けた負けた負けた、バンジー以来の緊張をどうぞ味わってください。あの、はい、私知ってるんです、 JLC のスタッフさん、あの先にリハーサルしないでやらすんですよ、ビリビリをマジでやらすんですよ、低周波装置を手につけていただいて、このタワーを脱ぐ4段のタワーを作っていただきます、このコップで脱ぐ必要ありましょう、どこにつけるので、タワー、本当は罰ゲーム、はい、ギャラも没収というのがあったんです、そうだ危ない、このタワーを完成させていただいたら、そちらはお願いさせていただきます、ギャラ欲しい、ギャラは欲しいでしょ、何どこにつけるんですか、え、これ何それ、すごい、低周波装置らしいよ、ほんでそれをタワーを4つ完成させてください、え、だってまず風で難しいっていう点もありません、確かに、それはもう運のなさやな、タワーってどういうこと、タワーどういうことですか、3、2、1、ちょっとスタッフから説明、3、2、1か、タワー3、2、1、あ、絶対、さあそれでは1分の間ですよ、はい、1分の間タイムストップウォッチなんですが、風がすごい、これか、これね、じゃあいいですか、もう、はい、え、決まった、わかんない、怖い怖い怖い、それでは参ります、よーい、スタート、痛いよ、待って、さあまず、さあどうでしょう、チョロという名前を返上できるのか、全くダメ、全くダメ、取るまでに時間がかかりすぎている、正常に置けてないです、もうダメでしょ、さあ20秒潰す、ちょっと緩めてください、さあ20秒が経過して、さあ1段ができていない、風だよ今、風風風、あの女子レーサーはそんな風の言い訳をしないですよ、はい、風の言い訳をする、精神集中させて、さあ全然ダメ、全然、さあ風のいたずら、さあギャラが届いていくぞ、ギャラがもうあと15秒でゼロになる、さあ頑張れチョロ、頑張れ、もうチョロと言われないためにあと10秒、7、6、5、4、3、2、1、終了、見た見た、今私触ってなかったよね、キーって言うてたけど、全然、あのね、風です、これ絶対風、かわいそうにね、いやもうこれ自分、風もね、運の味方ですからね、はい、風も運のうちですよ、いや、ね、それは風がなけりゃと思ってる選手いっぱいおるから、そうですよね、きっと、きっとね、そうよ、2号手の塩崎選手も風がなければと思って、痛いだって最後キー言うてたもんなありがとうございます、ありがとうございます、どうやった、痛い、すぐは無理やな、ちょっとやっぱり風でな、ちょっとね、風がなかったらの前に普通に痛いので、はい、これ結構みんな笑って見てますけど、普通に痛いですよ、あの普通に痛いですよ、本当に、はい、今あの3万飛ばしたぐらい痛いですから、すいません、すいません、もう負け犬の話はいいんです、あ、もういいですか、負け犬の話はいいんです、確かに 10万飛ばした、今何かすごいお金が来ましたから、さあ勝者、すぐまっちゃん、やったすごい10万円、はい、すごいすごい、え、こんなにお金たくさん持ったこと
ない。え、マジで、すごい。それはまず男の横面引っ叩くためにあるのよ。かっこいい、かっこいい。まず長嶋さんの横面引っ叩いてありがとうって言ってあげなさいもん。ご褒美ですね。はい、というわけでございまして、最高の、エンディングになりました。さあ、それじゃあまずは、まあ、せっかくですから、まず A チームのお二人から、今日一日の感想、7時間長丁場でしたが、いかがでしたか、深きょんは。すごい、なんか初めてだったんですけど、すごいなんかこんな興奮できると思わなかったです。すごい、もうありがとうございました、ね、どん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 あの声が出ていってたもんね、声を後半になるたびにね。はい、またぜひボートレースお越しください。さあ、そして吉沢さん、いや、本当と初めてだったんですけど、うん、楽しめました。ちゃんと楽しめたので、うん、絶対次もあの個人的に行きたいです。あ、ぜひぜひ。個人的にあの来て、あのなんかそのご飯屋さんとか、はい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 、この中をちゃんと探検してみたいです。あ、もう各城に個性的な料理、ね、うん、お食事ありますから、うんうんうん、ぜひ全国24城ありますんで。そうです、ね、はい、また個人的にも行ってください。ありがとうございます。さあ、そしてもやずはどうでしたか。いや、結局ね、最後も負けちゃって悲しいんですけど、うん、まあ、でもせっかく来たんで、ちょっとここで美味しいものを食べて帰ろうかな。せっかくだからね、せっかくやからもう自腹で食べて帰ります、はい、自腹もタコつくな。ありがとうございました。さあ、そしてチョロ、はい、広松も最後罰ゲームやらせていただいたんですけど、はい、でもやっぱりこう奥深いし、こうやって皆さんのファンと選手の方の絆もたくさん垣間見えたので、うん、やっぱボートレース面白い。またぜひ遊びに来たいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。はい、どうもありがとうございます。さあ、そしてウィナー。いやー、本当に勝ちました。はい。いやー、でもやっぱり、船研女学院で番組で学んだことが活かせたのかなっていう、まあ、番組の中ではこんな勝ったこともなかったんですけど、今日はあのしっかりゲストの、ゲストチーム、はい、ということで、あの長嶋さんも途中から、長嶋さん来てから多分負けてない、負けてないかな。本当にすごいですよね。すごい。はい、最終的にはやっぱりあの岡山最高っていう。ほんまやな、はい、岡山出身のアイドルとしてはワンツーで、岡山出身で岡山信じて勝てたので、ね、確かに岡山最高って思います。ありがとうございます、はい、岡山最高でした。そしてもうまさしく今日もご来場のお客様の中には岡山の方々が多いかと思いますが、寺田千恵選手、田口節子選手の見事なる地元のワンツーで決まりました。この地元になんとか大きいレースをね持ってきたいと言ってた寺田選手の優勝ですから、最高のエンディングだったと思います。というわけでございまして、優勝者寺田千恵さんの表彰式の方も始まりましたので、皆さんはこれからそちらの映像をご覧ください。ではガーコーステージからこれをもちまして終了させていただきます。皆さん、さようなら。